はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ニンニク、芽が出てきたらやるべきこと、二つのことということでね、お伝えしていきたいと思います。ニンニクはですね、芽が出てくるときにですね、この二つのことをやっておくといいです。で、まずはですね、この二つのことを話す前にですね、ニンニクというのはですね、大体ですね、この9月の下旬から10月の上旬にかけて定食する方が多いと思うんですね。で、今10月の中旬ぐらいに入ってきてですね、まあ芽が出てくるまでにおよそ2週間ぐらいかかります。で、ようやくこの中旬に入ってきて芽が出てきたかなっていうふうに、思うと思うんですけど、この時にこの2つのことをやっていただくというふうになります。で、これはですね、1つ目はですね、芽が出てきているかどうかの確認なんですね。これをやります。で、特にですね、ニンニクの場合は長期栽培になります。長期栽培というのはですね、この9月の下旬からですね、来年の6月ぐらいまではですね、この栽培期間というのがあるので、長い期間栽培をするためにですね、マルチシートというのをですね、使って栽培される方がたくさんいると思うんですね。で、このマルチシートはですね、まあほとんどの方が多分こう上間株間15センチの穴開きマルチというのを使っていると思うんですけど、そこからこう芽が出てきているもの、またはですね、芽が出ていないものっていうのがあると思うんですね。この芽が出ているかどうかというのをですね、確認をする時期なんですね。これが大体ですね、この穴開きマルチからこう芽が出てきているというね、大体出てきたかなっていう頃合いを見てですね、この確認をします。で、特にこのニンニクの場合はですね、穴開きマルチのビニールの方にね、芽が出ていてですね、穴の開いてるところにこう芽が出てこないという時があるんですね。これを一つ、確かめます。で、もう一つがですね、ニンニクの種ですね。この種ニンニクが傷んでいる、または、腐っている。そういったものもね、出やすくもなります。まだ気候が暖かいので、そういったものもね、出やすいかと思うんですね。まあ、特に秋ジャガとかやられてる方は、今年大変苦労された方いらっしゃると思うと思うんですけど、同じようにニンニクもですね、気温が高くて、種ニンニクと言われている、ものがですね、傷んでいるものもあると思うんですね。で、そういったのを一度掘ってみてですね、確認をしてみる。で、もし傷んでいるものがあったらですね、まだ10月の中旬でしたら、定食は間に合いますので、新しいニンニクと入れ替えてあげる。そうやってですね、しっかりと発芽を見込ませるようにですね、管理をしてあげる。この二つのポイントっていうのがあるので、今日はそちらをね、お伝えしていきたいと思います。こちら。こちらが、普通のニンニクですね。で、今日は、このニンニクが、このように、本葉がね、3枚ほど、今ね、出てきています。発芽してきましたね。今年は発芽が早かったですね。種球植えてから1週間ぐらいでね、すくすく発芽が見込めてですね、このように、発芽がだいぶ揃ってきました。で、今日何をお伝えするかというとですね、この発芽が出てからですね、やるべきことっていうのがありますので、そちらの方ね、お伝えしていきます。まず何をするのかというとですね、まあ、ここはですね、15センチの畝幅、上間。この15センチ幅の中にですね、種を5つずつ植えてあります。ただですね、この一番手前のところを見ると、1個、2個、3個とですね、まあ、要は、こことここから芽が出てきてないですね。で、こちらの2列目を見ると、1個、2個、3個、4個。こちらからね、芽が出てきてないですね。まあ、要は、その芽の確認をしなければいけないですね。で、今、これぐらいですね。15センチぐらい、出てきて、本葉が3枚ぐらい出てきている状態で、発芽していないとですね、まあ、発芽不良を起こしていきます。ですから、今のうちから、この芽が出ていないものについては、このような、例えばですね、マルチをしてあるとですね、こう見てもらうとわかるんですけど、こちらですね。こんな感じで、もうここ覗いてみるとわかるんですけど、ここ、ほら、芽がね、
ポコッと出てきてますね。こんな感じで。こういうのがね、中にはあります。ですから、まずは、このように、しっかりと、外にね、芽を出してあげる。このマルチの中でね、芽がね、止まっている状態がありますんで、そういうものについては、このようにね、芽をしっかり出してあげましょう。であとですね、今出ていたのが、1個、2個、3個で、で、このマルチの下にね、発芽していたものを出てですね、これが4つ目になりましたね。で、さらに、こう見ていくと、ここにね、もう一つ種球が入ってるんですね。これは芽がまだね、出てきてないので、これはね、一度ね、掘ってみた方がいいんですね。この芽が、発芽、なんでしてないのかっていうのをね、ちょっと見ていきます。で、そうすると、ありましたね。こちらに出てましたね。はい。出てきました。こんな形でですね、芽がね、多分種を、これなんで芽がね、こちらの方に出ていたのかっていうと、これはですね、通常種というのは、定植をする時のポイントっていうのをね、その時でもお伝えしたんですけど、種、お尻の部分より尖ってる方の部分から芽が出るんですけど、その芽を真上にして植えるんですね。で、多分これ斜めに出ていったってことはですね、その植えた時、置いた時にですね、まあ、要は定植しておく時に種の先端がずれて斜めになったんだと思います。または覆土した時に斜めになった、それが原因でこのようになってると思います。ですからこのままの状態で置くとこれね、枯れます。ですからこのようにね、今発芽がね、見込めてきた頃はこのようにしっかりとね、芽をね、出てるのかどうなのかっていうのを確認する。で、芽が出ていない種がもしあるようでしたら、それはですね、まだ10月の下旬ですので、もう一度新しい種球がある方は種を植えてください。植え替えをしてください。そうすると発芽不良を起こしている種はもうそのまま廃棄していただいて、新しいものに植え替える。これが今やるべきことのポイント、この2つになります。もう少しね、ちょっとこちらの方を見ていくと、これもね、昨日ね、やっぱりビニールマルチの中にね、芽が被ってたんで、このようにね、芽を出しています。でも、こう見ていくとですね、こちらの方ですね、こちらの株とこちらの株のこの間、ここですね、ここも芽が出ていないので、こういうところもですね、芽が出てるかどうかをね、しっかり確認していきます。芽がいますね、ここに芽が。ですからこれはね、このまま置いておきましょう。ここにね、芽が出てますね。これも発芽してきます。今の時期ね、12月の中下旬ぐらいまではこの株というのは生育をしていきます。はい、こちらはニンニクですね。12月の下旬ぐらいからですね、だいぶ、下葉が枯れて元気がねなくなってきたんですけど、まあ、とあることをやったらですね、このようにだいぶね、元気になってきましたね。で、その後ですね、休眠といってほぼね、3月上旬ぐらいまではですね、休眠に入ります。で、3月上旬ぐらいからぐっとね、また生育が始まっていきますので、それまでに本葉6枚までいくかな、だいたい20センチとかね、30センチ弱ぐらいの高さまで株が生育していきますので、まあ、それぐらいまでね、最初の初期生育でやっておくといいでしょうね。まあ、そのために、今ね、このように見ていくと、発芽してないんですけど、ここもね、マルチの下からボコって出てますね。これもね、多分この下から、芽がね、出てると思います。このような形でね。こういうのをね、今出してあげます。あとは、雑草をね、抜いてあげて、で、ここでね、しっかりと芽を外にね、出してあげましょう。こちらもどうでしょうかね。はい、こちらもですね、芽がこのような形でね、脇から出てきてますね。で、あとここも出てないですね。ここもちょっと見ていくとね、芽がね、出てるかどうかですね。はい、これも脇にね、出てましたね。このようにね。やっぱり植え方がね、悪いとこのように脇に出てきたり、あとはマルチやってるとやっぱりね、このような株というのがね、
出やすくなりますんで、まあ、こんな感じでね、しっかりと、管理を、最初の段階で芽が出てきた時には、必ずね、これをやっておきましょう。はい、ここもちょっと見ていきます。で、実際に、これも芽が出てますね。ここに小さい芽がね、今出てきてます。これも発芽してきますね。この後ね、生育します。芽が出てきた頃に何をね、やるべきなのかっていうのは、ほんとね、これだけです。今年の中で言うと、あと年内の12月の中旬頃に一度追肥というのをね、行っていきます。で、この追肥だけね、しっかりやっておけば、まあ来年ね、収穫までね、持っていくような株にね、育っていきますんで、そこら辺をね、しっかりやっといてあげればいいのかなっていうふうにはね、思います。で、この芽が出始めた頃っていうのは、特にね、ニンニクは何もしなくても大丈夫です。こちらもそうですね、ほら。マルチのところがね、隆起してますね。こちらにいると思います。こんな感じでね。ですから、これもしっかりと芽を出してあげてね。感じでね、発芽不良を起こしているものは少なそうですね。はい、こちらはどうでしょう。ちょっと見ていきましょう。こちらも芽が出てきているかな。芽が、あ、やっぱりね、中の方にこんな感じでね、入ってます。こっちですね。こちら、これだと芽が出てこないので、こんな感じでね、出してあげましょうね。はい、今はこういうことをね、してあげるのが大事な時期ですね。他にはというと、あ、ちなみにですね、このように今ね、マルチの中とかにね、くねくねってね、入ってたものも、しっかりとこのようにね、ピンと育つようになりますので、まあ、それは心配いりません。こちらも芽が出てきてないですね。こちらもちょっとね、見ていきましょう。これは発芽が見込み、あ、いましたね。いました。こちらにいましたね。こちらですね。こちらに出てますね。これもね、はい、出てきました。あとは雑草を抜いといてあげましょう。今の時期は雑草を抜いて、しっかりとね、株に栄養が行き渡るように雑草を抜いといてあげます。はい、雑草もこのようにね、小さいうちに抜いてあげると非常に楽です。大きくなるとね、抜きづらいんで、これぐらい小さい時にね、抜いてあげるといいです。ただこれぐらいの時もですね、雑草も成長点からね、抜けば大丈夫なんですけど、これもね、根っこの方がこんなに長く張りますんでね。で、この成長点のところから抜いてあげれば、根っこの方はですね、畑の肥やしになってしまうんで、まあ残ってても問題はないですね。はい、ということでね、こんな感じで、まだ芽が出ていないところはですね、ニンニクの芽を入れていきます。こちらですね。で、先ほど芽が出てなかったのがここなので、ここね、指一本分にして、こちらから芽が出ます。どこか一つね、多分逆に植えてるところがあったと思うんですけど、まあそれはもう愛嬌でいいとして、こんな感じでね、人差し指一本分ぐらい、こう入れておきます。そうですね。こうやって入れておきます。で、芽を、こんな感じでね、まっすぐ上にやっておくと、こういう感じでね、芽が出やすくなります。で、その後、片土ですね。こんな感じでね。はい、入れといてあげます。多分ね、11月上旬前にはですね、芽が出てくると思います。で、こちらもですね、同じように植え替えてあげて、こんな感じでね、芽を上にして、はい、こんな感じで、もう一回ね、植えてあげます。で、片土を入れてあげて、ですね、はい。そうすると、発芽が揃いますね。で、こちらもですね、こう見ていくと、ここ芽がいますね。動いてます。ここが出てないですね。ここ4つあって。で、結構ね、マルチの下に入りやすいんですけど、動いてるかな、芽が。
ありましたね。ここに。はい、ここに目が動いてます。これも出てくるので、真上も行けるのでね、目が出てくるので、これはこのまま置いておきます。でこんな感じで、目が出てくるかどうかというのをですね、ちょっと皆さんね、目が出てきたばっかりの時は、確認してみましょう。で、もしね、目がね、動いてないと、あ、これもね、ニンニクね、これ根っこがね、こんな感じで出てるんですよね。多分これも逆さ上になってると思います。これも間違いの植え方ですね。でも植えちゃってるんで、ここはいいです。あとここですね。あ、これは芽が出てますね、ここに。動いてます。ですから、もう少しだけね、袋しておきます。で、こっちは玉ねぎの苗ですね。11月の、中旬ぐらいから定植になります。これはもみじ3号というね、苗ですね。今順調に育ってきてますね。こんな感じでね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、やるべきこと、2つのことっていうことでね、ニンニクの芽がこう出てきたときに、必ずですね、この芽の確認、そして種ニンニクですね、こちらが傷んでいるか、そういったところをですね、しっかり確認して、植え替えが必要なものは今の時期にね、植え替えるようにしてあげてください。12月の中旬以降ですね、年内に1回追肥をします。で、こちらはですね、使うものはぼかし肥料というのを使います。嫌気性のぼかし肥料ですね。ぼかし肥料は自家製ですから、そういったものがね、用意できない方はですね、鶏粉またはですね、化成肥料のオール8っていうのをね、与えてみるといいと思います。で、まあ、僕の場合はですね、あそこの畑の畝はですね、乳酸菌というものをね、ベースにして畑を作ってます。ですから、まあ、乳酸菌発酵になっているので、まあ、これと相性のいいですね、ぼかし肥料。ぼかし肥料というのはですね、こう、EM ぼかしを作ってるんですけど、そういった発酵肥料ですね、植物性堆肥と言われている乳酸菌ベースのものを入れるとですね、非常に相性がいいんですね。植物とのマッチングとか微生物とのマッチング、こういったものもすごくね、相性がいいので、そちらの方を使っていきます。で、そういったね、土作りをしていないという方はですね、まあ、鶏粉または化成肥料オール8とかね、そういったものでも十分代用ができますので、そちらを使ってみるといいと思います。で、また年明けからですね、管理することもあります。で、まあ、あとはですね、まだ気候が暖かいですよね。10月の中旬に入って、まだね、日中の気温が25度とかね、28度ぐらいまで行ったりする日があるので、まだまだね、そうですね、ニンニクの方も生育が旺盛になると思います。ですから、まあ、今のうちにしっかりと、発芽を確認してですね、初期生育をしっかりやるようにしてあげてください。ということでね、今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。